では仙台のスターティングメンバーです。ゴールキーパーは林です。最終ライン右に8戦ぶりのスタメンとなりました増井、センターバックは小出と姿、左は4戦ぶりの出場となります内田です。中盤の底ボランチは鎌田とエベルトン、右のサイドハーフに豪華、左に相良、そして前線に木田、山田という布陣になりました。対する山形です。ゴールキーパーは5戦ぶりのスタメン出場となります後藤です。最終ライン右山田、熊本西村、左小野、ボランチ南と藤田、右のワイドに伊坂、トップ下田中、左に加藤、前線にチームトップの5ゴールを挙げているチアゴ・アウベスという布陣になりました。山形ゾーンですね。はい、速いボールを送り込んでくる、頭越えてこぼれ、押し込みました。最後はこれはオフサイドのフラッグが上がっています。頭を抱えます木田、最後ゴールネットを揺らしましたが、ここはオフサイドフラッグが上がっています。昨シーズンも道徳ダービーでゴールを決めている木田、伊坂の足元ついている内田、プレスバックしてきた相良、さあ田中左足かわしてシュート、ポスト、得意の左足、今日スタメン起用されました田中渡る、まあ、うまく伊坂選手が粘って田中渡選手にボールを出したところ、まあ、後ろからディフェンダーが来ていることが分かりながらうまく触りながらターンしましたし、一つキックフェイントでかわしたところまでは完璧でしたよね、はい、さてここまでボール支配率は仙台が 59%、 チャンスクリエイトも4つ仙台が上回るという数字が出ています。お互いにこう決定的なシーンもありながら、はい、シュート数はお、さあボールを取った鎌田、マイナス、もう一度鎌田、ここでシュート来た、今度は正真正銘ゴールになりました木田、仙台先制、まあ、山形のビルドアップに対してうまく鎌田選手がこうノーファールで奪い切ったというところ、豪華選手もそうですけども絡みながら奪ったところと、まあ、一つ山形選手がうまく対応しましたけども、マイナスにいった木田選手を見たというところ、まあ、序盤から山形の、ポゼッションに対して仙台のプレッシャーがはまっていたというところで、まあ、前線も2枚いることが功を奏しましたし、まあ、ここも落ち着いて自分のシュートよりも確実な部分を選んだというところと、まあ、木田選手も、ね、逆サイドにうまく運んだというところの冷静さが出ましたし、まあ、前半から続けていったところ、仙台がこの試合に対して前半に先制点を取るというところの意思というところがこのゴールにつながったのかなというところですね。木田はこれで今シーズン3ゴール目ということになりました。中盤でのスペースがありません。ここで入れる、山田が中に入ってチャンスクリエイト、受けて藤田、開いて、さあここに山田がいる、折り返し、ヒールでのシュート、なんとかブロックしました、シュートストップしました林。ただチアゴの今トリッキーなシュートになりました。声援が反響するスタジアム、山形コールが響く中、田中の左足、うん、ヘディング姿、もう一度右へ、開いて待っている小野、左足で中に入れる、ヘディング、決定機を迎えました。今小野選手の、ね、クロス本当に惜しかったですね。スピード、そして高さも良かったですし、やはり熊本選手の高さを生かすようなボールですよね。キーパーも出にくいというところで、はい、まあ、決定的なシーンでしたね。小西がセントラルミッドフィールダー、さあボールを受けたシアゴ、切り返す、後ろから藤田来る、まだキープします、ボックス角から伊坂、シュートか、角度のないところから思い切って右足を振るってきました。小田は昨シーズンの三つのダービーでゴールを挙げています。さあ裏を取った藤田、さあ入れ替わって横山、残して小西、前に送ってヘディング、バン、オーバーヘッド、決めてきました藤本、同点に追いつきました。やはりダービー、お互いの意地がぶつかり合う中で同点に追いつきました。変わった藤本がゴールをこじ開けました。まあ、ここをうまくサイドバックの藤田選手が中から外に出ていったというところで起点を作りましたし、まあ、横山選手もそれをよく見てましたね。
仙台で指揮を取りました山形の渡辺進監督、追いつきました。さあフォギーニョ裏を取る、中中山来る、折り返しシュート、クロスバー、中島のシュートはクロスバー、まだ残している鎌田、受けて中島ワンタッチ、折り返してシュート、決定機2つ、枠いかず、無情にもクロスバー中島のシュート。秋山中折り返し、小出落ちたところ、中山前に送ってフォギーでだ、フリーでのシュート、アウトにかかりすぎました。戻してエベルトン、サイドマセー、中見る、切り返す、うまさを見せる、送り込んで中島シュートは、なんとドラマチック岩手ックスタジアム仙台、アディショナルタイム途中出場、中島振り抜いた左足、吸い込まれたゴールネット、劇的シュート、勝ち越しゴール。まずねこのセカンドボール、そしてサイドに広げるところと、まあ、ここ再三縦に仕掛けていたことによって中へのコースを作り出しましたよね。クリア前に出します。ここで仙台勝利の笛が鳴り響きました。今シーズン最初の三つ徳ダービー、仙台と山形の一戦、劇的な幕切れ、仙台中島のゴールで2対1、アディショナルタイムで勝ち切って勝ち点3を手にしました。